Ah, the big argument. How fun should this be? Robin, you're a terrible villain, aren't you?お姫様に悪いことをしたわ。ビビちゃん、叫ぶなプリンス。なんだマリモ剣士、やんのか。それよりサンジ、肉おかわり。ああ、まあまあ、人生とは別れと出会いの連鎖。生きてさえいればまた会えることでしょう。私もう死んでるんですけど。ウォーターセブンでは別れと出会いの連続だったわね。あそこではロビンはいなくなるし、ウソップはメリーのことでルフィと大喧嘩しちゃうし、俺すげえ悲しかったんだ。メリー、どなたです？長い航海で疲弊したゴーイングメリー号を修繕するため、麦わらの一味は世界最高の船大工たちが集まる水の都ウォーターセブンに入った。冒険で得た大金を携え、この島の市長アイスバーグが社長を務める巨大造船会社ガレーラカンパニーにゴーイングメリー号の修繕を依頼するが、査定の結果致命的な損傷を受けていることが判明。もはや修理は不可能だと告げられる。ゴーイングメリー号は苦楽を共にしてきた大切な仲間だが、航海を続けるためには新しい船に乗り換えるしかない。ルフィは苦渋の末、このウォーターセブンでゴーイングメリー号と別れることを宣言した。Oh, this should be interesting.船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、修理代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえこと言うんだ。メリー号はもう治せねえんだよ。どうしても治らねえんだ。じゃなきゃこんな話はしねえ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何て言ったって意見は変えねえ。いいかルフィ、誰でもお前みてえに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ。お前、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船から。うわっ、バカ野郎だ。ルフィ、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだルフィ、それがお前の本心だろう。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて進めばいい。この船に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。
事件が食い違ってまで一緒に旅をすることねえよ。俺はこの一味をやめる。ゲイ、they never said that in the show. 俺と戦え。俺が勝ったら。Where's the manga? メリーゴーはもらっていく。モンキー D ルフィー。俺と決闘しろ。約束の時間だ。ウソップが来るぞ。Listen, suck and get beat up。船から降りてくるなよ。来た、ウソップ。Ah, he's not covered in bandages. Make it look good. どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段はつけてきた。 Perfect fucking music for this situation. A friend. Wait, I'm Usopp? Oh, crap. の討ちを知らねえ。今までの敵と一緒にするな。ルフィ、俺とお前は長い付き合いだ。お前の能力はよく知ってる。聞いて驚くなよ、ルフィ。カバフには八千人の部下がいる。八千人の前にそんな部下がいることくらい知ってる。すぐやろ、真面目にやれ。バカバカしいか。お待ちだぞ、ルフィ。それが俺の戦闘だ。鬼殺ノアで行きます。I didn't do crap. Big hammer, really? You're gonna use that on Luffy? Oh my god, that's embarrassing. God.たまり星、たまり星、サプライズサボテン星、たまり星。足元に気をつけろよ。厳しい地獄だ。殺ノアで死ぬ。Help。あれを攻撃すればいい。Okay。たまり星。Some health. I never used this in the show. What a man. You use the stars. Wow. What is this? What is this? Dance floor?お前を倒してメリーゴーはもらっていく。どんな手を使ってもな。おお、クラッ、ウソップ。ウソップ、ようやく本気になったか、ルフィ。もう普通の攻撃は効かねえな。ブレスダイヤ作戦どおりだ。次はブレスダイヤルで。おお、デメリーダイヤル。Yeah, they don't have Skype in story mode, but he uses Bosa if he does. Impact style. Do that shot! His arm is injured.Brain arm. Gum gum no! Yep, he never had a chance. That was an interesting fight. Baka hero!
前が俺に勝てるわけねえだろうが。メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。俺たちはもうこの船には戻れねえから。やったな。Guess I did lose too much damage. Oh, that was short. Shishishi.仲間だったんだ。メリーの話はまだすげえ続きがあるんだぜ。待て待て、その話はまだ後だ。あん時はウソップよりもロビンの方がスーパーやべえことになってんだからよ。スーパーやべえことですか。ロビンに市長暗殺未遂の嫌疑がかけられたのよね。で、市長のとこに行ったらよ、鳩のやつがヒョウになってよ。そんな説明でわかるか。ウソップが一味から抜けた次の日、ウォーターセブンを揺るがす大事件が起きる。市長アイスバーグの暗殺未遂事件である。容疑者として名が上がったのはニコロビン。その嫌疑は仲間である麦わらの一味にまで及ぶが、当のロビンはルフィたちの前から姿を消していた。